パスクワルセルベラ提督パスクワルセルベイライトペーテは、スペインの海軍軍人。米西戦争では司令官として本国よりキューバまで艦隊を開港することに成功したが、サンチャゴでキューバ海戦で敗北して、捕虜となった。1839年2月18日、メディナシドニアで生まれた、サンフェルナンドの海軍士官学校を卒業し、 1859年スペインモロッコ戦争に参戦した。1892年12月14日から1893年3月23日まで海軍大臣を務めた。養殖を歴任してスペイン海軍の行政改革を数多く試みたが政治家や官僚の妨害に遭い、1896年に一度辞任した。1898年に セッショのマリーアクリスチナ王大号の取りなしで海軍に復帰し海軍大臣に転出したメゾフホに代わって大西洋艦隊司令長官を務めた。セルベラ艦隊の海港キューバをめぐるアメリカとスペインの関係が悪化する中で1898年に米西戦争が勃発した。セルベラは艦隊を指揮して四月八日に装甲巡洋艦二隻を引いて本国を出港。 14日にポルトガル領カーボベルデのサンビセンテ港へ進出した同地でさらに装甲巡洋艦2隻と駆逐艦3隻を加えた23日にはアメリカがスペインに宣戦線布告を行った29日に艦隊は出港して大西洋を渡り5月11日にフランス領マルティニーク島のフォールドフランス近海へ達したセルベラ艦隊は 機関部長の駆逐艦一隻を分離し、さらに14日には、ベネズエラ北方沖のオランダ領キュラソー島へ渡った。アメリカ艦隊が、スペイン領のキューバを封鎖したり、プエルトリコのサンフアンを艦砲射撃するなど、迎撃態勢を整える中、19日には、キューバのサンチャゴでキューバに入港することに成功した。港の封鎖と閉塞劣勢なセルベラ艦隊では、 陸上側からの催促もあって出撃が何度か検討されたが時期を得ず、ついにアメリカ海軍のサンプソン少将の艦隊はサンチャゴでキ箱港を封鎖した。5月31日、6月6日、12日、16日には航行要塞へ艦砲射撃があり、さらに6月3日、仏業には球艦船メリマック号による航行の閉塞作戦が実施され、 当初セルベラ艦隊では撃沈の戦果を報告したが、後にワンコウを塞ぐ目的の自沈と判明した。6月22日、アメリカ陸軍の第5軍団がサンチャゴの東側に上陸し陸側からの圧迫を始め、はじめ海軍もガンタナもコウを占領して港の封鎖を厳しくした。キューバ総督、ラモンブランコイエレーナス中将やサンチャーゴ州総督、 アンセニオ・リナーレス・ポンボ中将からの出航の催促が繰り返され、7月1日にはエルカネー村と三方ン給陵で陸戦があり、アメリカ陸軍は領地を確保したが、犠牲が大きく前進を止めた。この戦いには艦隊からも1000人の陸戦隊をエルカネーに派遣して汚戦しており、指揮官のブスタメンテ参謀長が重傷を負っている。リナーレス中将もこの戦いで両足を打たれ、 構想中に戦死した。サンチャゴデキューバ海戦陸戦の見通しは立たなかったが、この間に艦隊はキューバ総督の指揮系統に加えられ、本国及びキューバ総督からの出撃が命令された。セルベラは4隻の装甲巡洋艦と2隻の駆逐艦を率いて脱出を図ったが全艦がアメリカ海軍に捕捉されて沈没し、セルベラは捕虜となった。帰国後は、 軍法会議で金庫1年の服役をした後、このエブ艦長などを歴任した。開戦後にセルベラと本国との間の連絡が公開され、セルベラの判断の妥当性と無理な命令の中でも勇敢に戦ったことが評価された。セルベラは1909年に死亡したが、スペインが共和制となった後も名声は衰えず、その名にちなんで、 プリンシペ・アルフォンソ休憩巡洋艦の一席にアルミランテ・セルベラが命名された。ありがとうございます。